はい、どうも、ゆうたです。今回はですね、ブレーキフルードとクラッチフルードをサーキットシーズン前なんで交換したいと思います。で、今まではポンピングして制圧で抜いてたんですけど、それだとやっぱどうしても多少エアが噛んでしまうですよ。一人でできないんで、最後の方とかやっぱ締めながらやったりしないとわずかにエアが噛んじゃうんですけど、まあそれで今までやってきてそんなに支障もなく違和感もないし使えるんですけど、やっぱちょっときっちり整備したいっていうちょっと考えが生まれまして、今回はこのね、アストロの負圧のブレーキブリーダーキット、これでねプシューってやって抜いていくやつをやりたいと思います。で、クラッチフルードの場合は制圧でやるとブリーダーが頂点にあって、あ、下にあって、でやっぱエアってオペチンがこういう風になってるんですよ、 VAB って。でブリーダーがここにあって、エアがどうしてもこっちに溜まっちゃうんですよね、負圧で抜かないと。制圧で抜いてもこっちのエアが、ブリーダーがここにあるから抜けていかないんですよ。なんで今回負圧できっちり抜きたいなっていうので、今回は負圧にします。ちょっとね、整備動画久しぶりなんじゃないかなと思います。はい、みんなあざとい女性の見てんじゃないですかね。え、僕も見てますよ。はい、という感じでやっていきます。はい、で今回使うのはですね、過去に使ったことあるんですけど、 IDI の BF338、 これね、容量が500ミリリッターで、1リッター買うとちょっとね、失敗した時とか、失敗したっていうか、まあちょっと余裕持ってエア抜き全交換したいんで、1リッター買うと2リッター買っちゃうことになるんで、500ミリリッター缶が僕好きなんですよ。いつも 1.5 買うんですけど、あの IDI さんに前に1回使ったことあるんですけど、ちょっとちゃんと使ったことなかったんで、もう1回試そうかなっていう感じで、このリザーバーの補給の方は1リッターかなんで、とりあえず1リッター入ってます。はい、でとりあえずね、こちらの、リザーバータンクで、こちらクラッチフルード側とブレーキフルード側と仕切りがありまして、ちょっとね、両方ともちょっとまあ空にならないぐらい減らしていきます最初に。はい、でですね、今オペチンがこちらです。見えるかな、これはまあフォークで、これをオペチンなんですけど、ブリーダーがここにあって、で今見えるかな、ここ今ここまで油面がもうここギリギリで、こっちがブレーキ側のフルードなんですよ。こっちクラッチ側で、ここまで入ってたんですけど、クラッチ側、いや今抜いたところ、こっちだけやっぱ下がるんですね、ここに仕切りがあるから。でブレーキの方もちょっとここら辺まで下げて新しいのを入れていきます。今こんな感じでブレーキ側も抜けました。ただこっちだけなんか抜けないんだよね、ここだけ。スポイトもね、入れられる感じじゃないんだよね。こんな感じで今入りました。ブレーキからちょっと抜いていきたいと思います。はい、一応マスターから遠い順番で皆さんご存知だと思いますが、それでやっていきます。ちょっとじゃあ抜いていきたいんですけど、ちょっとね、ブレーキフルード新品はすごい透明だったんだけど、ちょっとね、これもまだちょっと半透明に近いから、どこで切り替わるタイミングかわかんないんで、このタンクの容量でどれぐらい入ったかなでちょっとやっていこうかなっていう感じです。
ちょっとねこれ漏れちゃってんだけど今不圧でエアーでね。で緩めていきます。ちょっとずつだけど抜けてる。はい、でね今手前側は抜いたんで対向ピストンはね後ろにもありますんで忘れずにやっていきたいと思います。ちょっとねボトルのね今ねこれぐらい、まあブリーダーの分もあるんですけど結構ね抜けすぎちゃった感あるんで、はい、やっていきたいと思います。でこっちのね補給用のやつもね半分ぐらい減ってるんで完全にリア抜きすぎです。はーい、はい、でね今ねリアが両方表裏終わったところなんですけど補給タンクがこのように少ない。容量1リッターですけどこれしかない。完全に使いすぎた。でもリアの方が多分ラインが長いんでフロントより長めにやった方がいいと思うんですよね。ただ予備の 500mm がまだあるんで、あとクラッチもまだやってないんでまあ大丈夫でしょう。じゃあ次はねちょっとオペチン、ブレーキが一応全部終わったので、はい、こういう感じであそこからやっていきます。よいしょ。皆さん気づいた方いるかと思うんですけど、ここに補給タンクをやってるにもかかわらずクラッチ側のリザーブタンクには補給されないで、こっちだけ減ってってわあ危ねえと思って今すぐ閉めたんですけど、なんでクラッチ変えるときはこっちをねちょっとこう減ってきたら揺らしてあげないとこっちまで補給されなかったんで気をつけてください。で今ねもう一回タンクを空にしてもう一回抜いて、で抜いたフルードの色を見て透明であれば OK、 茶色だったらもう一回っていう感じでやっていきます。でクラッチフルードの方もこんな感じで真っ黄色だったのがまあかなり透明に、なんだろう、動画で見ると結構茶色く黄色く見えるけどこれ目で見るとね全然白いんですよね。全然さっきと色透明になってるんでクラッチの方も交換終わりです。はい、一応ね交換ね全部終わってでインタークーラーも戻して、はい、ちょっとあとはねエンジンをかけてブレーキ踏んでクラッチも切ってみて入るかなどうかなって感じです。はい、はい、一応ね今エンジンも無事にかかって
でブレーキもちゃんと効いて、でクラッチもちゃんと切れました。変速もできました。はい、一応問題ないので、はい。でね、これからサーキットシーズンなんでね、準備を万端にこれでなったんで、他はもう全部変えたんで楽しみでござる。はい、じゃあこんな感じで以上です。はーい。